ではトークゲストということで森島博明社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの YouTube 始めましてね、はい。でまあ、YouTube を始める中で、うん、まあ、序盤は絶対にこの人から話が聞きたいなと思っていたのが森島社長で、西川大輔の YouTube がどう盛り上がるかは森島さんにかかってるわけです、うん、なるほど。ちょっとお願いします。結構うまいこと始めていきますよ、ね、何を言ってるんですか。うまいことじゃないですよ。いや日本サッカー界がね、はい、盛り上がっていく中でね、喋、うん、りで何かできないかという情熱ですよ。いやでもね、はい、今やっぱこうサッカーのいろんなこう番組とかね発信していくものって減ってきてるじゃないですか、うん、そうですね、いろんな形でね、まあ、そういった中でやっぱ西川さんがこうやってまた YouTube 始めて、はい、YouTube、これ YouTube 始めるってことは YouTuber になるってことですか。 YouTuber ではないんですね。ないんですね。西川の YouTube チャンネル、チャンネルですよね。僕もね、実はその辺分かってない。分かってないんですよ。自分がこれからどこに向かうかもあんま分かってないんで。いやいや、分かりますよ。だからこれからサッカー界を引っ張っていくこの西川 YouTube チャンネルになるわけですよ。引っ張っていく森島さんについていく西川 YouTube チャンネルですね、うん、じゃあこれあの西川チャンネルじゃなくて よくなるんだね西川大輔チャンネルでいいです。いいですか、まあ、名前は何でもいいですけど、はい、まあスタジアム DJ 僕今年で20周年なんです。いやもう本当にお世話になります。もう長年。いやいやいや、もう面白いお世話になります。セレッソといえばもうみんなサポーターもね、もう西川さんの声を。いやいや、もうでもね、うん、20年ですけど、うん、まああのこのチャンネルで例えば子供たちの選手紹介をしたりとか、うん、行って選手入場のコールをしたりとか、うん、何かにこうナレーションを当てたり、それこそ森島さんとかサッカー界に貢献してる偉大な方々の話を聞いたりっていうのはね、うん、真面目にこうやっていこうと思って、うん、なので今日社長ちょっといいことをいろいろ話していただきたいと思いますんで、じゃあプロフィールを紹介させていただきたいと思いますけども、株式会社セレッソ大阪代表取締役社長森島博明さん、はい、愛称はミスターセレッソ森氏。広島に生まれ、小学校からサッカーを始めて、高校卒業後にセレッソ大阪の母体となってヤンマーディーゼルサッカー部に加入。そこからセレッソ大阪一筋およそ30年以上で、その間日本代表として2度のワールドカップに出場。2002年大会では長居スタジアムでゴールを決めて決勝トーナメント進出に貢献。2008年10月30日に現役引退を発表で、背番号8番はセレッソを象徴する番号となり、香川、清武、柿谷に引き継がれました。引退後セレッソのアンバサダー強化部を担当して、2018年から株式会社セレッソ大阪代表取締役社長に就任していると、うん、で現役から、はい、アンバサダー強化部を経て社長になったと、うん、かなり面白いプロフィールだなと思ったんですけど、森島さんはだって現役の頃社長になるっていうイメージはあったんですか。イメージですか。いや、イメージはないです。あのこれ言ってるんですけど、はい、あのコンサドーレの野々村さんって野々村さん、はい、まあ、同級生なんですけど、もう高校からずっとやってて、彼がやっぱこうコンサドーレの社長になってるんですよ、うんうん、で今 J リーグの中でももう社長をずっとやられてる期間ってめちゃ長いんですけど。そうですね。でも彼の場合は高校時代からみんながあの社長社長って呼んでたから、へー、だから野々村社長っていうのはあまりパッとこうインパクト多分みんなもスッと入っていくと思うんですけど、はい、あの自分自身もあのまさかクラブの社長になるというふうに思ってなかったし、周りも多分そんな感じで思ってなかったと思いますから、うん、まあ、あの自分もあの正直ね、あのなってるっていうのはもうびっくりしましたし、あの西川さんも結構びっくりしてる顔してますよね。いや最初森島さんは社長ってなるってなった時に、まあまあまあまず冗談だろうってなって、うん、だってまあ、僕はどっちかというと指導者監督の方に森島さん行くんじゃないかなって思って、強化部でチームを作るのか監督としてチームを率いるのか、うん、だからクラブというよりもチーム寄りで考えてたのに、強化部から社長ってなったんで、マジか、ね、はい、一気にもうなんかお祝いとかいろいろ媚び売ろうっていろいろ考えてた、ね、いやいや本当思いますわ、はい、いや思いますわいやだってあの最初ね、選手引退した時、まあ、選手時代は西川さんに、はい、あのゴールというね、ゴールレスポンス、まあ、俺あんま点取ってないからそれはまだ西川さんの声聞こえなかった、いやでもそれが終わって引退してアンバサダーって、
結構 FM 長いでこう、そうですね、いろいろ、ね、ラジオでずっとこうしてて結構一緒にいる時間って長かったですよね。長かったです。もうあの毎週にね、いろいろ一緒にイベント行ってもコンビでね、うん、M1 出ろって言われるぐらい喋ってたんですよね。いやもう本当です。だからね、なんかのイベント行った時にパッとこう西川さんが行ったら、もう普段めっちゃ緊張するんですけど、あんまり緊張せずにどこでも行けてたんですよ。だからもうやっぱそれだけのね、いろいろありましたからね。もう西川さんに育ててもらったなと今日言いますわ、勘弁してください。まあ、それもあってね、あのまたこういうね、貴重な大学が回ってきましたから、まあ、これ西川さんに育ててもらったとしか、うわ、だいぶそういう話をしていく感じですね。喋りにくい感じになってきたな、うん、これ。ただあの社長ね、まあ、社長になって、うん、もう今いろんなその経営であったりクラブであったりを指揮する中で、まあ、ちょいちょい大変な時期でもあるじゃないですか今、うん。今ね、そういうふうに持っていこう、持っていこうとしてるわけ。落ち着きましたか、もうだいぶ。いや、もう落ち着く何よりも、やっぱりこうね、あのシーズン終わったら、また次のシーズンに向けて準備してっていうことですから。まあ、あの、うん、でも、まあ、昨シーズンを振り返ると、はいはい、2019、20と指揮を取ったミゲル・アンヘル・ロティーナ監督が、19年は5位、うん、で20年は4位、うん、で、AFC チャンピオンズリーグの出場権を獲得して、はい、J1 勝率5割を超えたという監督、うん、契約を更新しなかったということで、うん、あのまあ、僕も正直、ロティーナさんのサッカーとても好きだったんで、そのニュースには驚いたんですけど、はい、もっと驚いたのはあの、サポーターの方々の反応があまりにも大きかったなと。うん、あの辺はやっぱり森島さんだってサポーターの皆さんのこと大好きで、ファミリーとしてね、共に戦いましょうってもう第一線で言ってた森島さんからしたら、あの反応はなかなか辛かったんじゃないですか。まあそうですね、まあ実際ね、まあ、ずっと長年やっぱこうセレッソをサポーターがね、支えていただいてるっていうのは、うん、まあ、いい時も悪い時も含めて、まあ、いろいろこうね、知ってるからこそよりこうね、まあ、昨年から今シーズンに変わる中での編成というところに関しての、まあ、皆さん の, 非常にこう熱い思いというのはすごく、ね、伝わってきましたし、うん、でもそれだけ、まあロティナ監督がね、まあ、2019年、2020年シーズンというのが、まあ、非常に、まあ、チーム全体の、ね、組織的にこうサッカーをする中で、まあ、19年より20年という形でさらにね、こうチームの安定感というのもありましたし、うん、まあ、そういったところに関してやっぱりこう、ね、ボールをしっかり全員で回してゴールを目指すというところの部分というのは非常に、まあ、サポーターも、そういうサッカーというものをね、こうまあ、すごくこう応援を熱い思いを持って応援をしてくれていたんだろうなというのはすごく自分たちの中でも感じましたし、まあ、ただその、まあ、遡って言うと、うん、まあ、もちろんユン・ジョンハン監督も含めてね、2017年、18年というシーズンに、まあ、ユンさんがまたこうやってきた2年間という積み重ねの中で、さらにそこからまた次にね、ロティーナ監督がうまく、まあ、そういった選手たちが思いっきりこう、まあ、タイトルを取った自信であったり、まあ、いろいろやってきたものっていうのをさらにこう戦術的に落とし込んで、そうですね、まあ、やったっていう、まあ、その積み重ねっていうものが非常に改めてこうチームがこう、ね、さらに成長したっていうものもあったからこそ、やっぱサポーターの皆さんのすごい、うん、いろんな、ね、ご意見ももらえたというふうにも自分の中でも思ってますし、うん、まあ、でも今森島さんが言ったように、セレッソのユン・ジョンマン監督からの2年、ロティーナからの2年で、このいろんなセレッソ、違う新しいセレッソを築き上げたなっていう感触がね、チームにもあったじゃないですか、うん、でもあとロティーナさんで何年か行ってタイトルを狙うのか、それとも新たな路線に行くのかっていうのは、正直まあ、今のタイミングしかなかったと思うんですよね、うん、これでもう1年ロティーナさんでやると、どっちかの結果になったにしても、じゃあもう1回ってロティーナさんで長期スパンで行くのか、また変えるのかっていうときに思い切って変えたなっていうイメージはあったんですけど、まあ今ね、まあ、この4年間っていう中で話しましたけど、まあ、そこにこう、まあ、本当にこう中心となっていた選手たちも考えてみると、うん、まあ、遡って本当にこう、まあ、自分がまあ引退するぐらいの時にね、本当にこうどん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 出ていった選手たちっていうものが本当に主力となって、
まあ、このセレッソというクラブの中でね中心となってこう活躍していったというやっぱ選手が本当にそういう選手がどんどん育っていってるっていうところは非常に、うん、まあ、セレッソの、まあ、今までこう築き上げてきていろんな方たちがやっぱそうやってまあ、育成セレッソって言われることを築き上げてきたものもやっぱしっかりと、まあ、この先ほど言われた先を考えてチーム作りをやっていく中で、うん、やっぱ、ね、そういう、まあ、日本代表の選手とかをどんどんやっぱ輩出しながらチーム作りを、まあ、やっていかないと、まあ、クラブとしてもいけないっていうのは、まあ、クラブとして、まあ、昨年ビジョンというところでね、うん、セレッソというクラブが、まあ、いつも、まあ、監督によっていろいろこうねやることも変わっていって、まあ、本当にこうしっかりとした僕を向いてんのかみたいな声の意見をたくさんいただいたりもしましたけど、うん、まあ、そこをぶれずにみんなでクラブとしてしっかりとした方向を持ってやっていくっていうことが、まあ、この先ねどういう監督がなってもある程度こうセレッソのサッカーっていうものを大事にやっていくっていうのでまあ、やっぱそのゴールを目指していく、まあ、躍動感あるサッカーというものをしっかりこうやっていこうというところは大事にしていきたいというのも、まあ、一つクラブとしてね、まあ、契約がずっと残ってたらそのまま、まあ、やる中でっていうのはあったと思うんですけど、でも大事になるのはやっぱそのロティーナサッカーを多分切って新しいのをやるんじゃなくて、森島さんの今言ってるロユンサッカーがあってロティーナサッカーがあってこれの上に今のセレッソを作っていくっていう、うん、そうですね、もちろん今ねこうやって積み重ねてきたものを一気にゼロにするわけで、ああよかった、いやだから今も、まあ、現状はやっぱりそのキャンプの中でもベースっていうね守備のところで今まで大事にみんなが、やってきたものっていうのを実際にガラッと変えるというあれではないですし、ああよかった、ロティーナサッカーをじゃあリスペクトした上で、いやもうもちろん次のステップ、ああよかったよかった、いやそれを全部もう一からガンとやり直すっていう、いやそういうことなのかなと思ってたんですけど、違います違います、いやよかったです、いやだからロティーナさんが本当にやられてきたもので、もう選手たちのやっぱ意識っていうのも非常にね、うん、まあ声をかけながら確認しながら今でもやってますし、じゃあもうロティーナスタイルはやっぱ財産となって今も残ってるわけですね、そうですね、まあ、それはだから前々こうやってきたものはクラブとしてね、うん、大事にしながら、まあ、目指すところはしっかりこう、ね、やっていくというところですから、ああよかった、僕多分誤解してました、なんでですか、いや全く新しいものすんのかな、どうなるのかなっていう不安感があったんですけど、やっぱその今までの良きバランスの取れたサッカーに新しい攻撃的なセレッソサッカーができるっていうのであればとてもワクワクするなという今感じが率直な意見であります、まあ、だからこの守備っていうところの部分とやっぱりよりゴール目指すっていうところをねうまくやっぱ点をやっぱしっかり取っていかないと勝ちきれない試合っていうのもね、うん、まあ、じゃあ点をいっぱい取っていっぱい取られたらどうするんだっていろんな、まあ、声もあると思いますけど、まあ、そこのやってきたこうベースっていうものはしっかり大事にしながら、まあ、そういうベースでいうと中盤の藤田、奥野が残ってバランスを取りながら原川も入ってきてっていうところでは、まあ、バランスは取れますもんね、ロティーナサッカーの真髄を中盤から表現はできるということにはなりますので、まあ、そうですね、だそういった意味では、まあ、何人かやっぱ抜けている選手もいますけど、まあ、そこにちゃんとね、今までやっぱこう経験してきた選手もいますし、まあ、あとはやっぱりこう1個はやっぱこう優勝経験をした選手というのもやっぱりそのチームにこうなんていうんですかね、まあ勝つための貪欲さであっていろんな部分のもっとこう勝ちたいという思いであったり、まあそれなかなか経験しないとこうなかなかねそれを表現できるものじゃないっていうふうに、まあそれを出せるっていうのは経験した人しかいないと思うんですけど、そこがやっぱ何人かまだ4人ぐらいですかね、まあ、何人かずっと変わりながら来てますけど、で彼らがやっぱりそういうところの部分をしっかり持っているとこと、まあ、昨年またこう昨年までやってきたものっていうものもやっぱまだチームにあるうちにやっぱりね、うん、やっぱ新しい風も入れながらやっていかないといけないっていうのはありますよね。今森島さんが言っているその優勝を経験した勝ちへの思いっていうのは
ティーナさんからレビーさんにシフトしたっていうのは、うん、すごいチャレンジだなと思ったんですよ。まあチャレンジ、あのやっぱ気持ちの部分もやっぱ戦う気持ちであったり、うん、日本を代表する選手でいくとレビー・クルピ監督は育てたというか、まあ、すごく起用して伸びた選手、香川、乾、南野で清武宏もそうですよね、まあ、選手たちの意識も変わっていってるっていうのも少しこう見てるとね感じたので、であの2008年引退するときにまさかあそこでこうね